はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、ちょっと実はまた提供していただいたね、商品についてちょっとご紹介をしたいと思います。まあ商品何かって言ったらバッグなんですけど、前にね僕これ買った、イナテックでんかな、っていうところの前買ったのはカメラバッグなんですよね。まあフロントの方はここへノートパソコンとか入れれるようになってて、でこのねリュック背負う方の裏を開けると、こうガバッと開けて、でこの中がねこういろいろ敷居がしてあって、まあカメラね、いろんな機材入れれるような、バッグで、まあ結構ね敷居がいっぱい入ってて、なんていうかまあ持っていくものにもよるんですけど、まあなんていうか機材とかを小分けしたいときはこのバッグ使ったりもしています。僕は他にもねピークデザインのバッグとかを結構使ってるんですけど、まああれはあれでいいんですけど、ちょっとまあバッグ自体の重さがね結構重たかったりするんで、これ軽いんですよ。だからまあそういう意味でね、まあ使い分けをしたりして、ます。はい、ということで、であと、まあ、バッグ自体もね意外とこれ買って前買って思ってたのがしっかりしてて、これもねファスナーがね、ファスナー結構ねやっぱりバッグって重要ですよね。こうすぐに傷んでくるところっていうか、やっぱりファスナー外れちゃったりとか、このなんていうんですかね、ズボンとかでもそうだと思うんですけど、この金具のところのこの隙間が広がってくるんですかね。でやっぱりこれの剛性みたいなものがやっぱりしっかりしてないと、そういう広がってきたりして、なんかこう外れたり開きにくくなってたりね、すると思うんですけど、これねファスナーがね全部何 YKK これ日本のメーカーですよね。ファスナーがすごいねしっかりしてる、ですよ。でそれでいいなと思ってたら、実はねバッグ今回2つね、レビューのオファーをいただいて、今回1つ目、のバッグをとりあえずご紹介しようと思います。で物自体はじゃん、とりあえず1つ目ね、ビジネスバッグになります。まあまあ同じね、イナテックかな、というところのメーカーなんですけど、これもねなんかタグがついててね、売り文句にしてるのはやっぱりファスナーがねこれ全部そのさっき言った YKK、のファスナーで、やっぱりこうしっかりしてる感じはしますね。それまあこれ地味なことですけど、ファスナーって僕すごい大事だと思うんですよ。で僕今までねビジネスバッグは どんなん使ってたかっていうと、これまあもうへたっちゃってるけど、これはどこ、エースかなのビジネスバッグ使ってたんで、まあ普通の、まあ何ですか、ちょっと1泊くらいの旅行っていうか出張とかだったら、まあ、ここへね、着替えとかも入れて、まあ、持っていけるようなやつで、あとまあここへキャリーバッグのこうね、持ち手を通せて、まあキャリーバッグも持っていけるっていうタイプの分ですね。で基本的にはまあなんていうか2機室っていうかね2つ、あって、で、真ん中のところでほんとねこうちょっと拡張できるんですよ。よくありますよねバッグでね。でこれを開けるとちょっと街がねこうグッと広がって、荷物をちょっといっぱい入れれるっていうパターンの分です。でメインのとこが2つで、前に1個2個ね、あって、後ろに1つっていうね、パターンのまあ普通によくあるビジネスバッグですね。で今回のビジネスバッグはちょっと、さっき見ていただいたのよりはワンサイズちょっと大きさ的にはちっちゃいかな、コンパクトかもわかんないですね。今まで使ってたのこれなんで、ほぼ一緒かな、ちょっとだけちっちゃいかな、くらいのサイズになりますけど、なんていうか、まあ、使い、まだ使っ
ってないんでね、そんなにね、あのちょっと試しで使ったくらいしか使ってないんであれなんですけど、まあなんかね、真ん中にね、敷居板っていうかね、なんか板みたいなのがちょっと1個入ってるんですよ。どこだったか、あ、ここのね、なんかこう板が1個、まあパソコン入れるのかな、入ってて、これが結構しっかりしててね、このなんていうの、カバンの形がちゃんと維持、されてるなと思います。まあ下手ってきたらもしかしたらね、もっとあのさっきの僕も使い込んでるバッグみたいにくたっとなってくるのかもわかんないんですけど、まあ、そういうところがちゃんとしてるかなと思いますね。で、入れるところはさっきのバッグと一緒で、メインのところが2つです。で、マチを伸ばす機能はちょっと、ないんですけど、まあ、中身はこんな感じ。ここにもね、ちょっとペットボトルをさせるようなところがあったりとか、結構工夫はされてるかなと思います。まあ、この前側の方、まあ、前側の方は基本的に書類とか入れる方かな、ね、いう感じです、ね、こんな感じ、ね、で、ここに1個ファスナーがついてて、中に2つね、こういう風に、ちょっと入れるとこがついてるっていうパターンの分になりますね、はい。で、後ろの方ね、まあ、基本こっちの方があの、まあ、さっきの分で言ったら着替えとか、まあ、あのこのカバンで言うとノートパソコンとかそういったものを、まあ、入れるような、形のところになりますね。だちょっとこうマチがついてて、あのなんていうか、あのタブレットをね入れれるようなところもあったりとかしていて、あとは、まあ、こっちがねさっき言ってたあのこの板がちょっと硬いね、多分プラスチックかな、中に入ってると思うんですけど、それが入ってるところ、まあ、こういう風に、開くと、まあ、ここは多分、着替え用の多分一泊くらいの泊まりで行くときに、カッターとか、まあ、そういったものを入れとく、まあ、シャツね、入れとくようなところだと思います。まあ、こんな感じになってます。で、さっきのバッグと違うのが、あの、まあ、これもねキャリーバッグを通せるようにこうね、ここの裏面のところが あの開いてるのはもちろんなんですけど、これあのリュックにできるパターンの、ビジネスバッグになります。これがね、ここもパチンとこう外す、あのなんていうかな、プラスチックのやつでこうパチンと外すやつ、なんていうのかなこれワンタッチでこう外れるやつになってて、こうやって閉めて、で、この、その留め具みたいなやつもこうやって収納して、できるっていうパターンです。で、さっきのリュックのこの肩にかけるやつのパッドが結構しっかりしてました。だから僕なんかちょっとがたいがごつい人でも、まあ全然、背負ってなんていうかな、違和感ないような感じでしたよね。大きさとしても、そのベルトのそのクッションが結構ね、あの柔らかいというかしっかりしてる感じですね。だから背負いやすかったです。ね、そういう風な感じになってますね。裏ね。で、表の方。表の方は2つ、ね、あります。2つね、入れるとこがあります。で、1つ目のこのね、ところ。ここもね、ちょっとね、結構なんかこう、しっかりしてる。ここはしっかりしてるのかな。なんか、こう、生地がね、あのしっかりしてて、なんかくたっとなるような生地ではないですね。で、一つ目のところは普通にザボッと何も仕分けがない、あの、ないです。で、二つ目のところはこんな感じになってまして、中にこのちょっとメッシュ生地のところの、ポケットがついてて、まあ、ペンを刺すところが二つ。あと一つが、まあ、こんな感じのポケット。で、このメッシュの後ろもポケットになってますね。まあ、こんな感じ。まあ、あの、そこまでね、まあ、特徴、何が特徴あるって言ったら、あの、もうスタンダードなビジネスバッグという印象ですけどね。あと、あの、リュックにするときは、この手持ちのとこね、ここが間空いてて、簡単にこう、収納することができます。まあいいんじゃないですかね。あと、この、
あの肩からぶら下げる時用のこれも当然ついてます。まあメッキ加工はこんな感じね、こんな感じになっています。まあまあね、普段はこう肩掛けで多分掛けると思うんですけどね、僕の場合は。はい、ということで、まああのお値段がね、あの比較的、このメーカーさんの、まあ、このカバンも結構お手頃な価格なんで、まあ、あの値段はね概要欄の方ちょっと見ていただいたら、あの多分動画作った時からまだ随時変わっていったり、すると思うんで、まあ、概要欄の Amazon リンクもしよかったら見ていただいたらいいかなと思うんですけど、あの値段の割には多分しっかりしてるなという印象ですね。本当にスタンダードなビジネスバッグ。こっちのねやつ、僕今使ってるやつなんかは、なんぼしたのかなこれ。ちょっと重たいんですよ、それに。あの、エースのやつで、なんていうかな、なんぼしたのかな。そこそこ値段したと思うんですよ。あの、なんていうかもう忘れちゃいましたけど。だから、重さがね、結構軽いんですよ。うん、だから、まあ、当然入る量がさっきのよりもちょっと、ちっちゃい感じにはなりますけど、まああの日常使いだったら十分使える範囲じゃないかなと思いますね。ということで、まあビジネスバッグ、まああの普段ねお使いの方には、まああのもし買い替えのタイミングね、あの合えば、まあ十分こうおすすめできる商品じゃないかなと思います。まあ僕もね今からどんどん使っていって、耐久性の方はねまたいろいろ見ていきたいなと思うんですけど、僕のところでは最低限ね、このファスナーが全部ね、YKK 使ってるっていうところが評価できるなと思います。あの売り文句にもなってるんで、タグみたいなのがねちょっとどっか行っちゃいましたけど、あの最初ついてましたんでね、メーカーさんの方も多分それを売りにしてるんだと思いますね。ということで、はい、じゃあ とりあえずね、今日はまあこの、ビジネスバッグのご紹介でした。次ね、もう一個あるので、それはもう分けた方がいいと思ったんですけどね。本当のリュック、ね、ちょっとこう、旅行に行くようなリュックのご紹介をちょっとしたいなと思います。そしたら今日はね、この辺りで失礼しようかなと思います。またいろいろね、ご意見あったらコメント欄活用して入れていただいたらと思います。最近ちょっと動画確保が空いちゃってるんで、ね、申し訳ないなと思いながら、ドローンのネタとかもね、やりたいなと思いながら、なかなか、ちょっとね、ドローンに関しては僕もいろいろちょっと思うところもあって、なかなか飛ばせてないというか、テンションが落ちちゃってるところもね、あるんですけど、まあそのあたりもね、いろいろやっていきたいなと思います。そしたら今日はこのあたりで失礼します。さよなら。